マヤマルは関西汽船が運航していたフェリー。関西汽船のフェリー化第2船として橋浜造船で建造され、1971年6月15日に別府航路に就航した。就航時の船名はマヤだったが、1972年3月にマヤマルと改名された。1984年1月、来島7の就航により、阪神小戸島、 高松航路に転廃された。1993年12月に引退、敬戦された。1995年1月に、常石造船グループの境ヶ浜マリーンクルーズに売却され、マヤ丸マとなり、阪神淡路大震災の復旧工事関係者向けの宿泊船として活用された。当初は、新港第5特定、5月以降は、第6特定に接岸した。 その後、1996年に海外焙煎され、フィリピンでサザンクイーンとして就航した。2002年にロブルシッピングラインズへ売却され、ヘブンスターと改名、セブトレイテ島、サマール島航路に就航した。関西汽船ユーマルの同系船であるが、航海船橋看板の設備が異なり、本船はカフェテリア、バーラウンジが配置されていたのに対してユーマルはレストラン、 スナックとなっていた。車両は乗用車のみ搭載可能でトラックなど大型車は搭載できなかった。パブリックスペース教職、物販設備入浴設備娯楽設備。ありがとうございます。